はい、こんにちは、さかなえです。いつもたくさんの動画の中から見ていただきありがとうございます。今日は、OPPO のスマホをお持ちの方は、ソフトウェアがアップデートになっています。そちらの方の新しい機能を紹介したいと思います。今回のソフトウェアのアップデートは、<た>一段と楽しく使いやすい機能がたくさん搭載されていますので、ぜひ、OPPO のスマホをお持ちの方は、最後までご覧ください。 このチャンネルではスマホの使い方、格安シムの話、またスマホ初心者のための動画、また OPPO r e n の 3A の使い方の再生リストも作ってあります。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは本題に入りたいと思います。自分は楽天モバイルさんで購入した OPPO r e n の 3A を使っています。 まず今回のアップデートの新機能を見てくださいします。まずですね、一番最初、こちらの設定の方で、このパーソナルカスタマイズというのが追加になっています。こちらは何かというとですね、個人的なカスタマイズですので、ここでですね、まず壁紙をここで決めることができます。あと私がですね、以前動画にしてあるテーマストア、こちらの方からのこの壁紙もですね、追加することができます。 そしてアイコンのスタイルというのがですね、ここで選べるんですけども、この上のですね、アイコンを見ていただきたいんですけども、これがですね、デフォルトの状態です。そして、これがマテリアル。そして、小石。まあ、あとカスタムで、えー、ここら辺でですね、こういうふうに変えられるんですけども、こんな形でですね、アイコンもですね、ご自分のですね、好きなようにカスタマイズできます。 それとですね、このアプリレイアウトというのがありまして、ここはですね、今、4列のですね、アプリがこう6個並ぶようにしてあるんですけども、ここがですね、こういうふうに変えることもできます。3列にするとかですね。そしてですね、次に指紋認証でロック解除を設定している方はですね、この指紋の認証のスタイルがここで変えることができます。こんな感じですね、 要するに、これにしますとですね、このロックかかっている状態で指紋解除しますと、こんな感じで,ですね、解除することができる設定が簡単に変えることができます。そしてあとですね、こちらのカラーというのはですね、アイコンとかですね、そこら辺のですね、カラーがここら辺で変えることができます。あと、フォントですね、文字の このですね、今クールな写真を確認してくださいっていう文字のところを見ていただきたいんです。ですこ,このフ,ァンフォントサイズをですね、変えると、これがちょっと大きくなったと思います。デフォルトにするとですね、まあ標準的なサイズなんですけども、ですからちょっと見づらい方はですね、これでですね、フォントのサイズを変えることができます。あとですね、えー まあ、あとこのメッセージなんかの時もですね、これでですね、変えることができます。こんな感じですね。こんな感じで,ですね、フォントサイズをですね、変えることができます。あとですね、あと通知ドロワーここのですね、通知ですね、ここの形状をですね、こういうふうに、 今、丸になりましたね。それを四角にすると、ここの通知の形状、これですね。これが四角になったり、こんな感じで,ですね。変えることができます。こんな感じで,ですね、パーソナルカスタマイズというのがですね、できる、できるようになりました。次にですね、ダークモードっていうのがあると思うんですけども、ここでですね、ここのダークモードですね。を、スイッチを入れると、こういう風に、ダークモード。こういうバックが黒くなる。 ような状態。そのですね、ダークモードがですね、時間をですね、設定しておくとこのようにですね、えー、黒字に白の文字に変えることができるんですけども、こちらの設定がですね、もう少し細かくですね、設定ができるようになりました。これディスプレイと明るさ。で、ダークモード。で、ここでスイッチでですね、こういう風に変えられるんですけども、ここですね、ダークモード設定というのがありまして、ここでですね、この色。 バックの色ですね。今まではこの真っ黒の状態だったんですけども、もっと薄いグレーにすることもできます。これがですね、追加になっています。あとですね、アイコンをダークモードにするとか、暗い場所ではですね、低コントラストにするという機能が追加になっています。あとですね、マルチタスク機能、フレックスドロップというのが追加になっているんですけども、こう,こういうふうに上に上げると、今立ち上がっているアプリがこういうふうに並ぶわけなんですけども、例えばですね、このキープメモでここのところ、 をタップしますと、このフローティングとかミニウィンドウとか、えー、風に、え、画面分割とかですね、こういう機能が追加になっています。で、フローティングしますとですね、え、ここの画面の中にこういう風にですね、この今のキープメモが表示されて、これでですね、自由にですね、ここに動かすことができます。ですから、これをですね、開いた状態で、例えばですね、Google の何かの記事を開くとですね、ここでですね、 えー、この記事がここに出てきて、ここで、例えばこの記事を見ながらですね、メモを書くというようなこともできます。こんな機能が追加になりました。あとですね、えー、ミニウィンドウ、今フローティングでどこにも動いたんですけども、ミニウィンドウにしますと、ここにですね、ちっちゃいウィンドウですね、ここに表示がされるようになりました。それここをですね、ダブルタップするとこういう形でですね、この大きさになります。こんな機能が追加になっています。 で、これを終了するときはバツですね。を押します。それとですね、私が以前紹介した、このスマートサイレバーですね。こちらもですね、変わりましてですね、使い方は今までと同じなんですけども、ここにアプリとか追加するときには、このプラスを押しますと、ここにですね、アプリとツールがここにこういう風うに出るようになりました。 ですから、ここでですね、アプリをこれで追加したければですね、例えばアベマを押しますと、ここにアベマが追加になります。これ、削除するときはマイナスを押して、こちらに戻すんですけども、こんな機能が追加になっています。ですからペ、PayPay ペとかですね、私がよく行くベルクさんのものをここに入れとくとですね、ベルクさんに例えば入ったときに、ポイントカードですね、出すときにこれでですね、 出すすことができます今まで全画面で出てきちうんですけども、こうちっちゃい画面で出るみたいですね。で、これをですね、終了するときにはこれを、サッとすればですね、これを終了することができます。あとですね、一つですね、非常に私、これ、いいなと思ったのはおっぽリラックスですね。こちらがですね、だいぶ変わりました。まずですね、ここを聞く、リラックス調べるというふうにですね、出てきます。それ聞くにするとですね、今までみたいに、こういうふうな、 海岸のですね、サウンドとかいろいろあるんですけども、ここにですね、こんなにですね、いろいろ追加になっています。こんなに追加になってきてます。それでですね、まだこれダウンロードしてないときはですね、これを押すとこういうふうにダウンロードして、これで使えるようになります。それでこれをダブルタップすると、でこれをですね、えー、消すときにはここですね。そしてですね、これが面白いのがですね、例えばこのコーヒーショップを再生しますね。 そうするとそれ、ね、ここにですね、別の音をですね、こういう風にミックスできるんですね。例えばジャングルの音をこういう風に追加できたりするんですね。というのはですね、楽しい機能がまたこの追加になってます。これですね、また別の動画でですね、ご紹介したいと思います。私の場合ですね、アップデートのお知らせが来て、そこからソフトウェアのアップデートをしました。 その時ですね、してない方はですね、こちらの方の設定の方から確認できます。設定をタップをします。そして、でずっと下の方に行って、ソフトウェアアップデートをタップをします。そして今、カラ r OS 11なんですけども、更新プログラムが入ったみたいですので、これでですね、再度 今すぐダウンロードを押してです、ね、アップデートをします下にあります「今すぐダウンロード」をタップをしますそして今更新プログラムがダウンロードされている状態ですはいこれでですね更新をします そうしますとですね、自動的にこれ再起動になります。これ Android 11のですね、プレートの時もこのような形で、そちらの場合もう少し時間かかると思うんですけども、えー、ダウンロードしてですね、その後更新をしてですね、こんな形でですね、再起動が入ります。今お昼なんでチャイムが鳴ってます。もう一度入りましたね。これで,ですね、このまま置いておくとですね、自動的に 再起動でですね、連携が入ります。それでこれでですね、ダウンロードが終了したんですけども、確認するときですね、こちらの設定ですね。こうやって一番下のソフトウェアアップデート。で、ここを見ていただいてですね、こちらがですね、カラオエス11の Android11 になっていて、最新バージョン。これで大丈夫です。 ですからですね、ここを確認していただいて、これがですね、カラオエス10、a n d r o i d 10になっている場合はですね、今のような感じでですね、ソフトウェアのですね、更新をしていただけるといいと思います私の場合ですね、今回のソフトウェアのアップデートというのは、実は1週間ぐらい前に通知が来ました。そしてですね、通知が来てですね、そこでアップデートというのがありましたので、そこでタップしてですね、 アップデートをしてあるんですけども、このソフトウェアのアップデートというのはかなり前にアップデートになっているみたいで、Android のスマートフォンの場合には購入したメーカーさん、例えば私は楽天モバイルさんですけども、有機モバイルさんとかマイモバイルさんで購入された方はもっと早くですね、アップデートがなっている方もいらっしゃるみたいです。iPhone の場合には、iPhone というのは Apple でしか作っていませんので、ソフトウェアのアップデートというのは ま、一回というか、まあ、日にちが決まっていて、そこでアップデートになるんですけども、Android のスマートフォンの場合には、どうしても、購入者メーカーさん等によってですね、アップデートの日にちが変わったり、またですね、アップデートが、セキュリティのアップデートというのは来るんですけども、基本的な OS といってですね、基本的なソフトウェアのアップデートがですね、対応しない場合もあります。そしてですね、今回の、この OPPO のソフトウェア、 カラー OS を少しご説明します。アンドロイドのスマートフォンの場合には、アンドロイド、Google が作ったアンドロイドというソフトウェアが基本になって、それで動かしているんですけれども、この Oppo も Google のアンドロイドのソフトウェアをベースにして、Oppo 独自でカラー OS というのを作っています。それで、このスマートフォンを動かしています。ですから、一般的な他のアンドロイドとは操作性がかなり違うように思います。 どちらかというとですね、iPhone の操作性に似ているなと私は感じているんですけども、ですから私がですね、iPhone を使っていた方がですね、Android に乗り換えたくて、まあ何がいいかなと相談された場合には、よくですね、Oppo のスマートフォンをお勧めすることもあるんですけども、そんな OS になります。結構ですね、使いやすくて、まあ、楽しい、まあ Oppo 独自のですね、楽しい機能、 とか、便利な機能とかもかなりありますので、とてもいい OS ではないかなと私は感じています。これからもですね、o p p のスマートフォンの使い方の動画をアップしていきますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、今日もありがとうございました。失礼いたします。さようなら。